はい、おはようございます。せいです。今日はじゃあチーフの 実況第2回をやっていきます。ちょっとね、今日明日でなんとかクリアをしたいと思ってるんで、頑張ってやっていきます。収集品のコレクションが更新。おお、前回なんか時計塔にこう向かってましたよね。そこの中ってことですかね。急にその中飛びましたね。あ、そうそうそう、前回ね、字幕がないないって騒いでたんですけど、このオーディオの中にありました。なので今回から字幕が出ます。なんだろうね、なんか先入観でオーディオの中に字幕じゃねえだろうってなんとなく思って見ないでいました。あら、何もない。収集品？ああ、こういうなんか武器とかをしまえるっぽいですね。これもしかしてここってアジトですか？これ。アジトっぽいね、なんか。おお、あれ？盗んできたものこうやって飾って。ああ、あったあったあった。おお。いいですね。盗んできたものをこうやって飾って眺めることができるんですね。主人公はあれなんだね。なんか金目のものに何でも変えてるのかと思ったら、コレクターのこう一面があるんですね。ジュニビア。なんかギャレットの固めの色が変わってるかも。片方青いっすよね。もともとそうだっけ？特になんか見るもんなさそうなので、行っちゃいます。シティストーンマーケット、オッケー。ここにね、まだ登場してないなんかエクターはなんか価値のあるものを持ってるかもとか言われても、エクターって誰だよって感じで分かんないです。おお、そうなんだね。依頼人ジョブは完了後に再度プレイできる。へえ。じゃあ何回もチャレンジして完璧に宝を全部取るぜってのもできるんですね。そこは結構親切だね。2日後に人を送って奴の財産を回収しろ。いやいやいや、いかない、いかない。なるほど。ここから戻れるんですね。ちょっと、このゲーム操作が独特なんで思い出さないといけないですね。L2 でなんか登るんだよね、こうやって。はいはい。で、ダッシュはどうやってやるんだっけ？ L2 を押しながらか。ほとんど L2 なんでね。そっと。矢を使えば、滑車から破壊できるってどういうこと？あ、あれかな。
なんかこれにヤー使うともったいない感じがしますけどね。何の矢でも OK なのかな。 OK なんだ。まあでもこういう道を開通しとくのは割と大事そうだよね。お、ノースクレストは10代目だぞ。中でも今のは最悪だ。グルーム病は仕方ないだろう。じゃあ制服を着たゴロツキ、あの衛兵隊は？話を聞いてみろよ。信念を持って取り組んでたぞ。あいつらかな。相当な手腕がいる。事態を改善しようとしてたのさ。だが素晴らしい手腕の彼はこの1年川を渡ってないけど、もう一度言うが、やつは最悪だ。これは統治者の話ですかね。っていうかね、こっちじゃないよきっと。マークあっちについてるもん。よいしょ。また救急車の音が。あの1回目の動画を見たら思いっきり救急車の音入ってましたね。ちょっと近くに大病院があるせいで頻繁にこれが入っちゃうんですよね。防音のカーテンをつけてるんですけど、それでもこのざまです。まあちょっとこの町に急患が出たのかなとか、そういうふうに想像してなんとか勘弁してください。無理ですね。ほら、あ、なんでこれ、あ、電気消したんだ。なるほど。上の取りたいな。あ、登れんだ、ここ。なんか前回やってみて思ったんですけど、このなんていうか細かい盗みというか小銭盗みというか、小銭をなんかコツコツ取ってって、なんかそのなんつうんですかね、結構その手間というかめんどくさいじゃないですか。割となんかこう見返りというかね、お金を集めた結果なんかそのお金でどうこうみたいなのがなかなかないとモチベーションにならないよなと思ったんですけどね。今後なんかそういうのが出てくるんですかね。これはなんだろう、なんか文章がありましたね。新しいガイドライン、グルーム病の状況に関する適当な報告を見た。新しい報告書は下記のガイドラインをベースにしてくれ。加工処理によりグルーマーを安定して生み出せるようにしろ。おっと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 、1日100人以上なら十分だ。感染が早いことは理解している。すなわち夜には元気だったものが朝にはカートに乗っている可能性がある。この場合患者の家は接種前に徹底的な洗浄を行うこと。この件に関する活躍に期待している。おお、これ保安総監って書いてますね。これ内部の犯行なんですね。この財産を奪い取るために病気を広めてるってことですかね。それにしてもこんなに、こんなとんでもないというか危ない文章をこんな壁に貼っといていいのっていう。こういうね、こういうなんか濃すい引き出しを一個一個漁るみたいなので、こうすごい小銭を取ってるけど、なんかその報われがないと辛いよねっていう話です。あ、この金庫はなかなかいかつい金庫ですね。鍵が多いっす。わっ、口笛が聞こえる。怖い。なんか多分これ外なんですよね、この館の。そういうね、声が結構がっつり入ってきちゃって、距離感がいまいちつかみにくいですよね。昨日もね、宝石店で宝石店の前うろついてるやつの声がバリバリに近くに入ってくるんで、家の中にいるのかと思っちゃったら外のやつでしたからね。おっと、来た。おー、男爵の。でもこれあれですね、収集品レベルではないんですね。
収集品をゲットすると、なんかこう手元でまじまじとこう見るようなカットが追加されるので。俺2階から入ってきたんですよね、確か。こっち何もなかったよね。うん。これかな？あ、違うな。ここはもう、じゃあちょっと盗みに入りましたよってだけっぽいですかね。じゃあ行きます。入るときも、出るときもこんなことしないといけない感じの硬いような。これ住んでる人どうしてるの？これ。よいしょ。あれいけない。なんだこれ。怖い。なんかこのゲームやってると明るいところがおっかないですね。これアサシンクリードだったらあっちパッて飛び降りてこう飛び移って上に行けるんだけど、ね、それはできないよね。あれ？あ、反応した。酒場、字幕出てますね、下に。なんか仲間かなんかに呼び出されたんですかね。ストーンマーケット、バッソの部屋。こいつか。汚いおじさんですね。俺なら俗にはピクルスの瓶を投げる。ギャレット、お前か。来るなら扉から入れよ。随分久しぶりじゃないか。あの屋敷でエリンもお前も死んだと思っていた。今までどこにいやがった？わからない。わからない。そうか、ならいい。1年もどこを突き歩けたかを聞く気はないさ。そんな暇はない。知ってたか、グルーム病が流行って男爵の神税も増えて、保安総監のやつが要求する闇税は厳しい。愛も変わらずな。仕事があるなら話を聞こう。本当にやれるのか。よし、なら話そう。ある指輪を手に入れてほしいんだ。結婚か。二度とごめんだ。なあ、このアホ取りめ、帽子の中にぶち込んでやろうか。今度は脳みそをつつかれるぞ。そいつは勘弁願いたいね。バッソ、続きを。ああ、はいはいはい。これでもクルームか。コーデリアス・グリーブスというピカピカブーツの気取った野郎から拝借してもらいたい指輪がある。ああ、こいつだ。新聞記事。ああ、死んだんだ。墓荒らしは盗みとは言わない。まだ埋葬されてないし、指輪もつけたままらしい。それなら簡単だな。ああ、問題は死体が回収されちまうってことだ。最近死体はシンダーフォールにある古い工場に運ばれるそうだ。なぜか男爵の衛兵がいる。ほら。うわ、もう近道を行くなら礼拝堂へ行け。それとしくじるんじゃないぞ。手間の闇税は高い。盗品は非課税だろ。いいからさっさと行け。扉から出ろよ。頼むぞ。だが会えてよかった。寝ないともたん。
バストからサイドジョブを受けられることがある。定期的に会い新しい仕事をチェックしよう。こいつがサイドクエストをくれるんですね。お、何、お、びっくりした。急に叫び出すから何かと思った。すごい演説してますね。あ、終わった。ひとしきり勢いよく演説をしたら止まりましたね。あ、こっからスッと入れんのかな。あ、入れないじゃん。そう、何だい。もう想像つくよ、この先。これ行ったら映っちゃうよきっと。要はグルン病で死んだ人間をなんか集めてそれ加工してばらまくのに使ってるってことでしょ、今から行くとこで。普通に行ったら移されちゃうんじゃないかな。まあ、過去主人公が病気にかかってアクションゲームで死ぬみたいな、そんな展開はなかなか見たことないから、そういうのはなんかこうご愛嬌ですっつってカバーするのかもしれない。行き先は、あれ？なんかこれ後ろになってるよ。あ、ここのエリアのあっちの方ってことかな。スイッと。なんかもうこうすごくなんていうか機敏にスマートに動けるようになりたいですね。そう、前回なんかクリアした時に結構宝を取ってないって評価を受けてて、やっぱね、多分ね、何回かの衛兵の、レンチがいる。おぉ。衛兵の、なんか、宝っつうか、を結構逃したんですよね。後ろからどついて、宝を取れるチャンスとかで、なんかパクる前にどつくとパクれなくなるみたいなルールだったんですよ。多分ね、これ、ちゃんとこいつらも、バレずに、物を盗めるんだと思うんですよね、きっと。持ってないですね、こいつら。持ってないな。ケツに光ってる袋があるときは、多分パクれるっぽいんですよね。あ、怖い怖い。明るいとこ嫌い。日の光嫌いだよ。明るいとこ怖いよ。こっちで合ってるんですかね。ちょっと道が怪しいです、正直。チッス、チッス。ん？ん？あのモーニングサイドの安宿に泊まってる。あそこは物乞いと死体だらけで。ストーンマーケットだしな。俺正解ルートに行ってる気がしないというか、遠ざかってるような。あれ、エリチン社ダメだったのかな今のとこ。もしかして割とあれなんですね。なんかそのチャプターで区切られたステージを進むと思いきや、なんか自由に広い範囲を動けるゲームなんですね。こんなところになぜ財布、ああカラスがここに運んできちゃったのかな。ちょっと一回戻ってみますか、さっきのあそこに。光ってる。おかしいなぁ。ちょっと一回エリチェンをして、やっぱここ光ってるな。あれ、そこは？どういうことだろう。なんかガイドが出てるから、あ、多分こっちなんだね。あ、演説してる人たちの方が先だったか。なるほど、失礼。
どんな悪党の需要にも応えるよ。お、ショップだ。ああ、ここでお金使うんですね。なるほど。消耗品、売却。おお。ツールやアップグレードを購入。この辺が結構大きそうだね。交渉を開けたり。あ、これ欲しい。あ、でもこれ買ったらもういきなりない金が、ほとんどのものが買えなくなる。おー、これはお金を貯めたくなるね。これブラックジャックって、あー、言ってたな、そういえば。あー、成功のロックピック。あ、これも欲しいな。一旦レンチを買いましょう。できることが増えるんで。レンチを買って、で、ロックピックも上げよう。OK。ちょっと買えるものを買っていきましょう。これなんだい？敵の飛び道具の命中率の減少。ほう。わあ、ちょっと買うもんいっぱいありますね、これ。なるほど。あまり目立つない。よし、俺、盗むモチベーション出てきたぞ。もっと気をつけないと。シマロフが、オーティマを立ち退かせようとしたらしい。そんな仕事はごめんだな。奴は抵抗したら、おしっこしてます。痛めつけられたんだ。やだ、俺この、こういうオケにおしっこすんの。死んでないのに。毎晩あ、これ営業人が増えていく。怖い怖い怖い。独り言を言ってる奴がいた。上に住んでた奴もそうだな。あ、なんかあった。新聞？最後はどうなったんだ。さあな、しばらく戻ってないんだ。ノースクレストは屈しない。今週分の講習権に続き、本日ノースクレスト男爵は衝撃的な暗殺が失敗した後、初となる短いスピーチを行った。衝撃的な暗殺。集まった軍聴衆は我々の鉄の指導者の姿が危機にあっても変わらないことに感向けていた。男爵のスピーチはいつもよりかなり短かったが、シティに史上最高の繁栄をもたらす計画を維持し、より迅速に推進すると表明した。卑劣な陰謀家は彼の不屈の精神を目にしてから再び処刑されると良い。悲しいことに市民の間で人気が高いレディ・ビビアンは不在だった。にもかかわらず橋を渡る間、彼らに向けた歓声が止むことはなかった。なるほど。なんかこのノースクレストっていう、まあ、偉い人が暗殺を図られたけど、私は屈しないぞみたいなスピーチしたってことですね。このノースクレストっていうのがあれなんですかね。この要はこの町を取り仕切ってるというか、衛兵たちのバックにいる人間なんですかね。ちょっとあの男爵っていう身分がいまいちどれぐらい偉いもんなのか俺もわからないんですけど。市長的な存在なんですかね。ふんふんふん。ちょっとね、俺こういうね、真っ平らな普通の道を歩いてるのにすごい恐怖を感じるんですよ。インチキ医師から2ペニーずつもらってたんだろ。研究のためって言ってたな。タリーの席が本当だったら俺らの給料より稼いでた。やつはもういねえからな。全部なくなったのさ。もう風邪ひかないようにね。風邪じゃねえよ、なんとか病。いやー、なんかでもここは衛生が恐ろしく悪そうですね。なんかペストとか流行りそうな感じ。こんなとこで病気になったらひとたまりもなさそうだな。お金もみんななさそうだし。ちょっと道の真ん中歩いてるのなんか嫌だな。これ路地裏とはいえ。ここだ。いや、結構苦しい病気なんですかね。じゃあそれを人を広めるなんて神経疑いますな。まあ、自分も悪党なんであれなんですけど。物乞いの女王の城だ。物乞いの女王、なんかすごいあの偉いんだかかわいそうなんだか分かんない名前ですね。物乞いの女王ってほぼ悪口だろ。
物乞いの女王さんですか。違う、おっさんだこれ。なんかマダオがいっぱいいますね。お、新聞ゲット。新しき都市に古き神々は不要だ。今週男爵は最近破壊されたデイポートの礼拝堂跡地に足を運んだ。跡地に建てられる建築物の落成時にまた訪れたいと語っている。再開発には歴史学者の一部が遺憾の意を表していたが、シティが未来へと進まなければならない点は万人が同意するところだ。建物に歴史的な意味があったかもしれないと男爵は寛大に認められた。しかし歴史はより重要な未来に道を譲るべきなのだ。うん。男爵は古き神々の崇拝を禁じた3人目の男爵だが、それ以上のことを進めた最初の男爵だ。偉大な首都は全地区に動力を供給するだろう。偉大な首都、なんかこれエネルギータワーみたいなもんなんですかね。この辺の話はなんかこう男爵なかなかこう町に必要な人間なんじゃないのって思わすようなところを感じますけど、まあ、でもちょっとね、病気を広めて財産を奪ってるって話を聞くとちょっとまずい感じしますね。その財産で町を整備してるんですかね、もしかして。寂しい夜ね。いい夜だ、うん、ギャレット、あなたって人は本当に孤独。一人はいい、うん、そう。手がプルプルしてる、うん、私の噂を。この町で起こることを何でも知っていると聞いた。すべてじゃない、大事なことだけ。なぜここへ？助言が欲しい？1年前男爵の屋敷で何が起こって、俺とエリンはどうなった？1年前、最高の知識を持つとのぼせ上がった者たちが理解を超えた力を制御しようとした。不安定になったことを誰もが感じていた。それが答えか。私の仲間たちがあなたを見つけた。まるで死体のような。でもあなたは生きていた。私たちは傷を癒し、あなたを町から出したの。時を待つため。やがてグルーム病が蔓延し、何かがあなたを目覚めさせた。あるべき場所に帰る時が来た。この町は病んでいくわ。もしあなたが望むなら、すべては明かされる。気をつけなさい。影を歩むのはあなただけじゃない。なんかこう、何これ、ジャーナルを開き、フォーカスポイントの獲得、物乞いの女王にゴールドを寄付するとフォーカスポイントを受けられる。フォーカスポイントを使うとフォーカス能力が強化。これ鳥の目じゃない、鷹の目的なやつなんだと。あ、そうだね。結構成長要素いっぱいありますね。わあ、これは何、これでも2ポイントいるの？あ、取っちゃった。これすごいいいね。足音を消す。敵を一発でダウン状態にできる。おお。周囲の世界の速度を遅らせる。あ、これもな、欲しいね。フォーカスエネルギーの消費率をわずかに減少。おお。
狙撃、十数無した敵に視覚的に範囲を大幅に拡大。おお、いいね。結構能力の成長もいっぱいありますね。これあのあれなんですよね、あのアイドス・モントリオールっていうあのデウス・エクスを開発した会社が作ったゲームなんで、なんか多分デウス・エクス的なこうスキルをこう育成するみたいな遊びがこれもあるんでしょうね、きっと。まあ、あれ結構面白かったですよ。キャラクターも良かったし、デザインとか世界観もすごいいいし、ゲームもいろんな新しさがあって、女王かっこいいですね。また話をしに、これいくら寄付したらもらっとこう。物乞いたちが感謝してるわ、私もね。なんか偉そうだな、物乞いなの。なるほど、より金が重要というか必要な割合が上がったね。ね、これ次に大事なのどれだろうね。フォーカス使用中により動きが速くなる。あ、より静かにか。なんか隠密系が大事かな。印象。あ、これいいな。警戒しないでからスリで一度に複数のアイテムを盗める。これから盗みをしっかり働くと思うと、ちゃんと衛兵から盗んでった方がいいから、やりましょう、これで。ここも何もないかな。まあ、この辺は自分のホームグラウンドって感じなんですね。あんま警戒しなくても良さそうな地域というか。チャプター2、行きます。1年も経ってたんですね。エリンの転落死って書いてますね。忘れられるわけがない。なんかその割にはエリンのことなんかあんまりこう触れないというか、あんま言わないですよね。そんなに興味のないやつだったんですかね。なんか昔仲違いをしたような感じの雰囲気だったけど。エリン死んでないでしょ、あれ。なんか全身に光を浴びてたから、なんか出てきそうな気がしますよね。しかも恨みを買ってさ。朝方からずっと死体を運んでいるんです。今日はもう終わっていいでしょう。今の言葉を聞きましたか。荷車に積まれていないだけ幸運だと思え。さあ、これお前らも何にも対策してないというか、衛兵のやつらもこれ映るだろう。なんていうの、この空気によどみっていうんですか、このなんかゴミが散ってるというか。車はたくさんだ。侵入口を探そう。ああ、あれか、これ死体を焼いた灰もしかして。あそこの煙から出てる。これもうこんなとこ行ったらもうあっという間に病気を移っちゃうんじゃない。よいしょ。全部終わってくれれば。これで飛び降りるんだ。あれ？あ、飛び降りるってことはできないの？外に安全な場所なんてない。あ、そっから行けた？この高さ無理だよ。これなんで行けなかったんだろう。行って。やべやべ。ねえ、なんか途中から飛び降りれなかったけど。なんか操作をこうきちっと掴んでない感じが良くないですね。あ、これなんか攻略ルートが左も右もあるんです、これ。そうそう、デウスエクスもね、こんな感じで。なんかこう侵入方法がいろいろあって楽しかったんですよね。大抵バレてあの力押しになってましたけど。そう、基本的に俺ステルス下手なんですよね。こ
このこういうルートは安心できていいね。パカッとな。てっ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 て、お宝の気配。これ走れんの？もう立てるんじゃん。注射器、これは絶対に危ない注射器だな。あれ？注射器を取りに来ただけ？ここまで上がってきよう。これここに捕まってる状態で見るみたいなこといいね。あいつもぬか持ってんな。あれ取りたいな、取りたいな、あれ取りたい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 。あ、あ、意外とね、こう暗がりにいればバレない。いやー、こんなところにいたら一瞬でやばい病気もらっちゃいそうですよ、これ。何か飲まないと。やめとけ、その辺に置いてる飲み物とか。お、こっち見て。あ、あ、バレた。人に見えたぞ。バレました。バレました。で、これさ、戦うのってどうすんの？戦うの？なるほど。主人より犬の方が厄介かもしれない。さすがにあそこバレました。上がり込め。戦ったことが今までなかったんで、何で戦うのか一瞬分からなかったです。これおとなしく死んでリトライした方がいいのか。この体力で生き延びても後がきついよね。あ、ここじゃない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 。これ警戒がもう上がっちゃってんですよね、きっと。一回死んどきますかね、これ。そっちの方は、あ、でもなかったことになった、もしかして。これラッキーかもしれない。おい、封鎖を無視する奴がいるのか。何？に今の殴れるようにしないと思ったらバレた。あ、やめるやめる。下りながらなんとかいろんな知識を得たい。どれぐらい隠れてるといなかったことに。割と早くなるのかな、これなかった。なるほど。これね、捕まって見てるみたいな状態欲しいよね。視界も把握したいですね。今多分さっき横っていう、まあ、でもあそこにあいつ止まったからな、一回止まったっていうのがでかかったような気もするっちゃする。
コーヒー豆を食えてな。たぶんカポ。あいつは何も持ってないな。じゃあいいや。あ、家に見られた。そうだ。その長押しなんだ。財布盗む時も長押しだから。この癖をつけねばならない。投げるってあるよ。投げたら起きるでしょ。視界がどれぐらいのものか分からなくて怖いぜ。そこに宝箱がつけてもう一人いたよね。あいつどこ行った。 あそこにいるね。からはいけないか。やっぱあの扉を抜けるしかないかな。首が痛い。首が痛いと言ってるし。よいしょ。こいつと門の前のやつか。こいつを気絶させるのはちょいときついのかな。一周した隙にできれば鍵を開けるのに取り掛かれば。急ぎ急ぎ急ぎ。見てない見てない、お前見てない、お前見てない。やば。エリン、幻覚か。
なんだこれ、放火性エネルギー。へえ。ちょいちょいこれ使わなきゃダメです。とか、こんな小さい段差を越えられない。あ、なんか映ったね。ここ登れるよって意味なんだ。ちゃんとこれ使わなきゃダメですよ。よいしょ。あ、ちょっとはしごの捕まえ方よくわかんない。こいつは何だ。お、収集品だ。見たものすべてっていうトロフィーがアンロックしました。石炭室の隠し場所メモ。今晩はついてる。上階で揉めてる連中を尾行したら見事な品を見つけたんだ。盗んだに違いない。石炭室のシュートの中に入れておいた。悪いことをしたら悪いことをされるもんだろ。手に入れるときは気をつけろ。ペリーはコインをすべて数えてる。おお。これをじゃあ取らないといけないですね。石炭室のシュートの中。フォーカスエネルギーって時間で回復してないのかな。してないっぽいな。これ乱用も危険ですね。さっきの花でしか回復しないのかな。 HP も時間で回復するような甘い設定ではないみたいなんで、そうなると俺みたいにパカパカ見つかるアホは傷薬をいっぱい持ってないといけないですね。あ、落ちちゃった。ドジか。よいしょ。ちょっとね、ゲーム下手なくせに、なぜこのステルスゲーを買ってしまったのか。ステルスは好きなんですよね、でもね、遊びとしては。下でも大好き。ちょっと朝栗ほど自由度はないものも、決まったルートをこうやってできるんですね。よいしょ。おっとっと、演出かな。これ割といろんなとこ掴める。そんなことないわ。決まったとこしかない。はいはい。バカ、ここではやめとけ。丁重に運んできたんです。あなた方も。続々と病気の死体がここに運ばれてるみたいですね。あれ、今なぜ俺明るくなったの。明かりがあるわけでもない。こんなとこ侵入したくないわ本当。ダストシュートのことを忘れないようにしないとね。寝ないと持たない。あ、このランプのせいかな、さっきの。これ登れる。おお、すげえ。さすがギャレットさん、すごい跳躍力です。あ、A だ。ビビってる。テイクダウン。すまんね。マネキン、探してるのは死体だ。これじゃない。してるよ。この人形は何なの。あ、なんか。あれ、これパクれない。あ、いけたいけた。背中からしばけば一応パクれるんだね。いらねえよこれ。それは持って帰れないわ。痛い。このおっさん撃ってもなんか5円ぐらいじゃないんです。こっちが正解ルートですね、どう見ても。上行きましょう。なんかね、前回の1チャプター目クリアした時になんかヘッドショットを4発決めろみたいな実績みたいな。個人の尊厳など存在しないか。コーネリアスもこの中にいるのだろう。
死体を探すには死体と一緒に行くしかないな。お、ヘッドショット決めろみたいな実績があるならば、まあ、あの敵を殺すってことに関しては俺そっちの方がいいので、ギャレットさんがどう思っていようが僕はキルを取っていきますよ。そっちの方がプレイが絶対楽だから。だいたいねステルスゲームやるとあの武闘派ゴリ押しゲーになるんですよ。これで矢の種類変えれるんですね。4発か、たった4発か、貴重だな。これすげえいいわ。よいしょ。おっと、なんか双眼鏡じゃなくてごめん、ルーペだね。歯車。よし。完璧なステルスプレイみたいなものを僕の動画で見るのは多分不可能なので、そこは期待しないでください。すごい下手くそなアホがやったら一体どういうひどいシーフになるのかみたいなところをお見せしていきます。こうバットマンの気分になるね、この感じは。2人かな。うん、1回必ずこのフォーカスをかけて、あ、上に1人いる。あいつはドツ銃みたいな、銃じゃないの、矢かな。あいつの動きを一回確認しましょう。ここまで来る、あ、来ない。この距離だと見えないんですね、暗がりならば。校長先生一瞬弓変えた、怖かった。スープ売りに何が、これであいつがどこまで歩いてくるか。こっちまで来なそうだね。来るか、来るか、来るか。あ、来ない。何で盗む、もっと盗む。そしてテイクだ。なんか俺一度にいっぱい盗むってやつ覚えなかったっけ。発動してないんですけど、下の連中やりたいんだけど。苦しい時代だ。なかった。下の連中やりてえけど2人いるからちょっときついんですかね。あ、いけるな、これ分断してるな。これテイクダウンいけるんじゃない、上から来たところ。明かりの下なんで下手するとあの距離からでも見えるかもしれない。大丈夫かな、いけるな、今ならいける。ちょ、来い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 、早く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 来て、早く来て、早く早く早く。あ、いい子だね、いい子だね。あーよ、眠り。あ、バレた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 。もうがっつり見られてる、ダメだこれ。よし、殴り合おう。初めての殴り合い。おいー、ごめんね。違うの違うの、このおじさんはいらない。このおじさんのお財布が欲しい。あ、一度も取ったね今。取ったり取らなかったりって感じ。じゃあ、仲良く寝て一緒に行って思うってしてていいよ。何もなしか。
怖いわ。ここうん、これ人じゃねえか。めっちゃ怖い。下から下がってんじゃん、これ。え、何これ。え、なんか今食べれる雰囲気出してなかった。あ、瓶だ。割れちゃった。あ、なるほどね。ここにさーってきた時にあれを今パリンってやってたら下にいる衛兵に気づかれてましたよってこと。ここのトラップっていうギミック覚えてるの。なるほど。この死体を運んでるレーンに乗って行けってことですかね。これあれかもね。あ、ごめんなさい。今僕の推測はすでに外れました。あの手形がついている時が確実に宝があるよっていう時の引き出しなのかなって言おうとしたんですけど、全然そんなことないです。中止。え、何だ。中止。あ、あそこがあるよってこと。さっと割れたガラス。割れたガラスが床に飛び散っているという報告は結構だ。レザーブーツは安くない。避けて歩くか掃除をしろ。さっきのやつですね。自分の足元も見えないようなら男爵衛兵隊での任期は短いぞ。靴も含めて制服の管理や隊員の義務だ。お前たちの代わりはいくらでもいるんだろうかな。小隊長。隊長の長がなぜかちょっと文字ちっちゃいですね。これはなんかそういうフォントの演出なんでしょうか。ちょっとさっきさ、こっちにドアがあったのが少々気になったんですけど、あ、でもあれはいけないやつだよね、きっと。ちょっと怪しいな。行ってみるか。これ痛いってなる？大丈夫だった。これですね、ガラス。お、文章発見。主体の移送、組み立てラインを効率に使え、進める前に主体がしっかりフックにかかっていることを確認すること、肋骨越しに肉を引っ掛けろ、しっかりやれよ、次に主体を落としたバカは自分をフックにかけてもらうからな、レックス。おお、だからありますね。先にちょっとこっちから漁らせていただきますよ。ガン。何かあるかな。ここは走れないですね。なんか。これ戻ってこれんのこれ。ちょっと戻ってこれねえ。やだよ。あ、戻ってこれねえじゃねえか。わあ、やっちゃったかなこれ。たかだかこの小銭のために。これ一体どこ繋がってんすかこれ。悲しい。ひどいよ。どこここ。どここれ。あ、マックだ。マックの袋ゲット。お、わかったよ。吊るすところの下ですね。さっきのドアの中のアイテム取ったら、すぐに引っかかります、私は。はい。ダメ。痛いと思ったら大丈夫だった。鍵を開ける前にちゃんと中を見る癖をつけようぜ。いないかな。いないっぽいですね。これすげえうまいやつはさっきのあいつらもテイクダウンせずに鍵開けて入るんですかね。ここにそのようなうまさは私は多分一生身につけられません。回復アイテムくらい？なんか上にあるな。瓶がある。お宝。これってドンってやったらなんかバシャーンってなるね。これ危ないですね。はい、癖をつけましょう。いなそう死体ですね、あれは。はい、大丈夫です。はい、これはあれですかね、フックのところに出たって感じかな。はい、行きます。
次のエリア行きますよ。よいしょ。これ飛び移るのね、こうやって。あ、違うな。え、どうすんのこれ。あ、四角を押せって感じでしたね。はいはいはい。よ、これじゃ。え、誰が動かす。あ、動いた動いた。ブラーン。あれ止まったよ。とてもまともとは思えんな。バチ当たりのことを。バチ当たりとか多分これ超えてますよ、この話は。生きてる物乞いたちも同じ匂いだったな。幼稚の鹿を撃つように。やべやべやべ、これこのまま使うんときやべ。そろそろ降りよう。的になるのはごめんだ。狩りの達人エディ・ドッグ。え、誰かいるのか。誰かいるなら隠れても無駄だぞ。なんで今バレた。足音、足音か。ガラスがいっぱい落ちてるからだ。絶対に気のせいだ。油断しちゃダメだ。上の人はなんか怒り信じみたいな感じです。何を一人で喋ってるんですか、あなたは。手紙発見。休憩スポット、おめでとうバーミ。お前は死体処理の仕事を手に入れた。耐えられなくても不思議はない。休憩が必要なら他の連中と俺は工場の上にいる。監督に見つからないのはそこだけだ。規則は下記の通り、静かに横取りするな。パイプで床を叩くな。捕まったら名前を出すな。はあ、なるほど。工場の上に行けばなんかこう休憩ができるぞっていう話なんですね。でもそこに行って衛兵が休んでたら俺行けない。何が混ざってるんだ。は？誰がいるんだ。いない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 。え、なんか音出た今。なんで見つからないんだ。明かりがあって嫌だな。あ、痛い痛い痛い。ちょっと怖いですね。こっそり行きましょう。振り返らないでね。くそ、どこも油でベタベタだ。あっち向いてよ、あっち。うわ、これちょっとこれ無理かな。これ瓶投げたいですね。瓶投げ、瓶って瓶投げて、瓶投げで下手にキョロキョロされても困るよね。いけるかな、いけるかな。凍えそうだ。いけるかな、いけるかな。いけそうだな、いけそうだな、いけそうだな。俺は病気だな、わかるんだ。あ、そうなんだ。ごめんね、なんか病気なのに。ドン。新しい症状が増えました。今ゆっくりお眠り。あ、ここにスイッチあったな。ペッ。これでも切ったらさ、気づくよね。消したら、あ、消えたっつって後ろ向かれるよね。チラッ。いないですかね。いなそうですね。はい、じゃあ解錠します。はい。とピンセットのスキル上げたせいかわかんないですけど、なんか簡単になったような気がうっすらしますよ。あ、なんか、あ、そこにあれがあるってことか。足元鳴るやつ。とりあえずここ入ってみましょうか。もうルーペ舐めらんない値段だな。これ加工技術が高いんですかね、この時代で考えると。価値が高いのかもしれないですね。あら、これどこ通じてんだ。
がたい矢の詰め合わせが。まだ俺一回もまともなこう使い方で矢を使ってないですけど、本当は敵の頭とかバンバン撃ち抜いていくんですかね。僕もそんな武闘派になりたい。ただね、こうなんかちまいもの盗んでやっと小銭稼いでるのに矢なんかなんか撃ってお金払うのも、とんでもねえことくちばしってんのあいつら。うん、違う、誰だ。そうかもしれない。これ正解ルートですね。さっきまだ道あったもんね。こっち道というか穴に入る前に広い部屋をちょっと探索しておきたい。あれ何これ、どっから来たっけ。あ、これか。あれ違うな。あれ俺どっから来た、さっき。あ、ここか。階層通知。デイル通り工場の緊急階層を伝える。本施設は2週間以内にシティの死者を処理する準備を行う。ノースクレスト男爵による先のプロジェクトの物品には注意せよ。死体の処理と解体に転用できないエリアはアクセス不能として扱え。本事業は保安総監が個人的に監督される。遅延が許されないことは伝えるまでもないだろう。小隊長。結構さ、なんていうの、万が一市民に漏れたら、なんかもう、なんていうんですかね、デモじゃないな、なんていうか、大騒ぎが起こって、こう、大変なことになりそうな文章を、普通にその辺にホイホイ置いてありますね。群衆怖いよ。ここになんか隠れるところとかあるから、なんかここ人が巡回してくるんですかね、音立てたりすると。上に宝の香り。こっから行くんだな。なるほど。来た。わあ、高い望遠鏡。あ、ここなんかペカペカしてない？ん？あ、普通のランプでした。あとはそこのドアかな。先に覗きますよ。うわ、ほこりがすごい、見えない。うん、なんもなさそう。というわけで開けます。これさっきのとこに道が通じてる感じですかね。これ何気にこれミニマップ出しておいた方がいいかもしれないですね、位置取り使うのに。マップ、わ、怖い怖い、いたよ、超ビビった。よいしょ。やばい、バレた。もう一匹いた。へへへのへ。よいしょ。なんかほとぼりの冷め具合がわかんないですね。目視するしかないのかな。ちら痛い。まだ怒ってますね。
この辺はなんかちょっと天柱みたいですね。これであいつが起こされるってことはないんですね。あ、これはい、ごめんなさい。ふんふんふん、ほい。あー、滑っちゃった、滑っちゃった。ごめんね、なんか。あ、てか、お前何も持ってねえのかよ。マジか。貧しい民の方でした。てか、お前突っ立って普通に歩いちゃダメだろ。ここも強制的な安全地帯になっちゃいましたからね。電気は消しましょう。電気は大切にね。わ、なんか揺れてる。上のヘリになんかありそうです。ダメ。電気つけっぱなしにしちゃダメでしょ。ここ登りたい。あそこ登りたいよ。どうやって登るんだろう。これかな。よいしょ。これだ。おったから、おったから、えい。3コールド。俺がここに登る代金は 3ゴールドではちょっと賄えませんよ。ちょっと降りたいことでしょ。ドゥルドゥルドゥ、なんかちょっと俺道が分かんなくなってきましたわ。さっきのところも全部取ったっけ。キランキランしてるけど、なんだっけ。そこはあれだよね。あ、これなんかナイフ、金目のものでした。あと漁れるもんないかな。ちょっとお金マジ大事だからね。可能な限り漁ってから行きたいですよね。ここか、ここ行ってないよね。あ、いた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 。あいつ、あいつやってきたいですね。若さってなんだ、振り向かないことさ。あっちの人に気づかれっかな。これで殴ったらさすがにバレるかな。ちょっと金品で頂きましょう。とりあえず、あって言われた。誰にあって言われた。大丈夫っぽい。あそこにいるんだ。あいつにチラッと見つかったんですかね。こいつ殴ったら見つかるんだろうな、きっと。絶対見つかるよね。なんかここは正面からなんか攻める入り口って感じがしないですか。あっち側からちょっと攻略ができるか見てみましょう。なんか正面突破をする感じがしますよ。あそこもキラキラしてるんだよ。もしかして瓶以外にお宝もある。やっぱりもうね、お金小さくても拾っていって、こう少しでも小銭を稼がないといけないことが分かってきたので必死でやりますよ。なんか覗き穴があるな。おおお、なんかこれ隠し部屋っぽいですね。これもしかしてなんかこう入る方法がある。ちょっと殴ってみますか。無理、全然無理。
絶対この家の隠し部屋とかそういうのありそうなんだよ。分かったな。ちなみにですね、今日は2014年6月14日現在なんですけど、 Steam でシーフの日本語化対応パックとセットで3500円で売ってたんで、プレステ4で7000円で買うのが嫌だなっていう人は PC 持ってれば Steam で3500円で買えます。多分そのセールも今一時やってるだけだと思うんで、今がチャンスですね、やりたい人は。ピッと消して。あいつ寝てるんだよね。いや、いいですね。寝てくれるの嬉しい。寝る子は育つ。いいよ、寝てるのいいよ。俺の手にかかれば開かない扉はない。そうだね。だがこいつは初めて見るな。どこかに鍵があるはずだ。こいつが持ってんじゃないの？何も持ってない。マジか、熱い。その消し方熱い。見えるかどうかが不安定。一回のやつ始末したいんだよね、できれば。なるほどなるほど、分かってきたよ。あいつをなんとかやりたいね。あ、この上じゃね？どうやって言うんだろうな。だから、おっとあった。ここ登れちゃえば楽なんですけどね。やりたいけど、ちょっと。だから普通のルートではきっと無理ですね。この上登るしかないんだと思うんだよな。から行けるのかな。お？ちょっと試みてみたいのは、この角度からあいつをどついて、あいつに見つかるのかな。ちょっと試してみていいですかね。やっちゃうよ、やっちゃうよ。ダメか。いけるかなと思ったんだけどな。結果的にこう力押しになってしまいました。あいつ処理してとかっていう流れが
できるかと思いきやできませんでした。こっちはなんかねゴールっていうかそう鍵が必要って書いてあるから多分あの偉いあいつなんですよ多分鍵持ってんの。この AI っていうか相手結構バカですよね。こう強引に力押ししていったら確実に一人ずつ攻略していけるという。テイクダウンするとね、こいつらこう起こせば難易度が違ってくるんでしょうけど、確実に一人ずつ消せるってなっちゃうと力押しでクリアできちゃうよね。え、バレた？え、なんでお前見えたの？すごいな。来ないっていうね。一つ試してみたいことがあるので、やってみますか。それは何かっていうと、ヘッドショットです。よいしょ。まだ死ぬわけにはいかんのだ。じゃあ鍵ください。そんな俺が襲撃だぞ、うん、すいませんね。なんかこそこそどころかもう完全に強盗です。シャリストグロイグロイです。クルン病と死のなんていうか死因の状況みたいなのが書いてありましたけど、めちゃくちゃグロかったです。読み上げたくない感じで、なんか相当苦しむっぽいですね。なんか病気になったら本当に自傷してでも死にたくなるぐらい苦しい病気みたいですね。自分もステルスしてないよね。これステルスをしないことでなんていうか結果的に報酬が下がるみたいなことになるとちょっと、ま、真剣度がだいぶ増すんですけど、そうでもなければ割とゴリ押しちゃいますよ。鍵ゲッツ。すごいでっけえ鍵。立ち入り禁止。この扉から先は無許可での立ち入りは罰を受ける。例外はない。怪しい点があれば当局の担当者に相談すること。わかりました。怪しいやつを見かけ次第報告します。怪しいやつはおりません。また死体のラインに乗れと。靴だ。インベントリがいっぱい。何これ何ですか。この靴。あ、これ靴じゃねえや。弓だ。
これなんかいっぱいになっちゃうんだったらもう撃ちたいね。なんかねバンバンこうヘッドショットしていきますか。もう一応シーフじゃなくてアサシンに。よし、怖い、音が怖い。あまりガシャコンガシャコン言わないでください。うわすごい食器セットだ。合計30ゴールドとなりました。はい、じゃあちょっと気持ち悪いなこれ。あれ死体が、あこれ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 、えい、はい、きまーす。複雑な気分。このアトラクションやな。死んでるくせに逃げ足が早いな。指輪の主はどこに行ったか。一体ずつ順番にな。金持ちも貧乏も関係ない。いくら偉かろうとな。あ、焼却してんだね。なんかその死体使ってなんかバロどっかに拡散してんのかと思ったんだ。ほう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 。お、これか。パカーンって口開いてる。ブルーム病でもいいが、同居はごめんだって言ってやった。感覚か。ふん、ここにいたか。今なんと。指輪がない。何か身につけていたか。いいえ、何も。何も？はい、総監がいらした時、他の死体に取り掛かるところ。よく聞け。俺の好みを教えよ。敬意と強い酒。金塊。飲み込んでたんだ。そして部下、それも使える部下だ。なんで殺したの？死者から尊厳どころか所持品を奪うとはとんでもない保安総監だ。お前が言うの。指輪は取り戻す。これさ、この角度じゃなくて上から、なんつうの、こう上を覗くみたいなやつ欲しいんですけど。これ総監は指輪にご執心だな。なぜなんだ。すごい。なぜか見つかっていないって。
これどつかれて倒れた人を見たら大騒ぎするのかな、こいつ。しなかったら相当アホだよね。しないなこれなるほど。上等な指輪がダイヤモンドですよ。怖い、いきなり。あ、なんかいるな。ガチャッ。ほかほかのコーヒーが飲みて。はい、おやすみ。あ、フォーカスエネルギーがもう切れましたね、これ。ちょっとあれをもぐもぐしましょうか。早くした。ここ強引に抜けるほかないのかしら。わかった。なるほど。このね、このパカパカしてるこの焼却口が閉じてる時にこうやって移動しろってことでしょ。ふんふん、ずるっ。ちょっとさっきの指輪をかっぱらってたおっさんを追っかけて指輪を奪わなきゃいけないですよね。保安総監殿のちらっとな監督室。どうせ小細工がしてあるだろうが、すぐに開けてやる。待ってね、総監の金庫を開ける前に、あの指輪がいる。分かった分かった。バッソに腕が落ちたと言われたくない。周辺の事情をまずいろいろ調べてからの方がいいでしょう。あ、大丈夫なんだ。 OKOK、 じゃあ取り掛かりましょう。これなんすか。お、パズル。何これ、変更する。何これ、このパズル。こうかな。あ、いたわ。ぶっちゃけ運です。貴族は何かにつけて紋章をひけらかすもんだ。いやー、ちょっとそっちが先じゃないんだけどね。なんだこれ。ちなみに、お金が取れてない。おいった、武闘派。おいね。よしよし。お金を取ってるんで。これでお目当ての指輪は手に入れた。だがここを出るまで安心できない。バイナラ。あ、やべ。
あいつらが扉を破る前に早く。開けごま。あ、危ない危ない。大騒ぎされる前にトンザラ来ないといいんですか。相関が何かわめいてる。わめいてるよ。俺が行くよ。貸しだからな。寝ないと持たない。めっちゃ怒ってる。そりゃ怒るわ。気分で部下を殺すようなやつだから。ここなんだろう。ここはなんか来る意味ないというか、もっと侵入時に来る一つの選択肢だったのかな。腹減ったな。君には大胆さが必要です。何？からもうなし。なんかあったな。やっと警報を鳴らせばいいと気づいたか。お、ラッキー、お花だ。嬉しい。ん？これどうやって下に降りるの？あ、なるほど。この辺の操作の説明1ミリもしねえな。もうバレてる。それでも盗むのをやめない。見つかったでしょ、100%。なんかラッキーに見つからなかったっすね。へへへへ、バイバイ。超安全で。引き上げよう。ここに未練はない。おお、終わった。プレデターが圧倒的。うわ、収集品2個逃してる。どこなんだったんだろうね。発見したアイテムもやっぱだいぶ足んないですね。チーフチャレンジャー10人を格闘テイクダウン、正面から殴り合いすればよかったってこと？なんか目標とかね、秘密にしないで逆になんか最初から開示してくれればそれを目指してプレイとかするんだけどね。はい、じゃあ一旦第2回はこれで終了します。この後またすぐに開始すると思います。では一度停止します。お疲れ様でした。